で次行きましょうか。どんどん行きましょうか。どんどん行きましょうか。さあ次は、自己紹介。そうですね。自己紹介ですね。自己紹介ですね。私たちの名古屋カラーっていう、名古屋色の名古屋カラーなんですけれども、その名古屋カラーの歌が最近出来上がったんですね。NC の歌、NC 名古屋カラーの NC なんですけど、NC の歌という、とっても愉快な歌に仕上がっておりますので、その中でですね、名前呼ぶシーンが出てきます。いっせーのでという掛け声がありますので、そうしたら、メンバーの名前を呼んであげてほしいんですけど、ちょっと復習した方がいいですかね。そうですね、これは復習した方がいいと思いますので、はい、これでね、シーンってなると、あのメンバー夜泣きながらなの枕を涙に濡らすみたいなことになっちゃいますので、どうかあの名前して叫んでもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあもう一回行きましょう。まず私から、はい、ハッピームードメーカー担当のココ、ココちゃんで呼んでくださいね。ココちゃん、せーの、ココちゃん。パーフェクト、グッジョブ。この調子でいきます。お願いします。はい、これ次、私、癒しのオーガニック担当のゆっぺです。ゆっぺ、せーの、ゆっぺ。ありがとう、嬉しい、ゆっぺでした。ちょっと2人とも調子いいんじゃない？これで私だけ名前小さいとかないよね。と私は、ベア担当のテリーです。せーの、テリー。よかった、よかった。まあ、声小さくても美味しいとか思ってたんだけどね。ありがとう。じゃあ次、あの私ですね、マイマイです。リーダーのマイマイです。社長担当です。とりあえずマイマイとだけ覚えてくれれば嬉しいです。最後にやってきますからね。じゃあこれも練習しておきましょうか。皆さん、せーの、胸キュンです。ありがとうございましたということで、じゃあ入りましょうか。名古屋カラーの歌、 NC の歌です。
ございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これできっと名古屋からのこと少しは分かっていただけたんじゃないかなと、はい、思いますので、これからもぜひこんなあの愉快な4人組ですけれどね、あの意外と気さく意外と真面目っていうのがテーマでやってますので、はい、もしねまた見かけたら気軽に声かけてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで名古屋からはですね、実は今年の3月からメーテレというあの名古屋テレビ放送さんですね、うん、そこのウルフィーダンスという朝、そうですね、はい、朝やってるあのドデスカという番組があるんですけれども、はい、その中でウルフィーダンス、もしかしてこっちの方も来てると思うんですけど、はい、そうですね、そんな中継やってたりするんですけれども、はい、そのウルフィーダンスの私たち公式アンバサダーになってまして、実はそうなんです。実はそうなんですよ、はい、ということでウルフィーダンスを広めなきゃいけないものですから今日はあの私がレクチャーしますので、はい、皆さんも一緒に踊ってもらえたらなと思います。どうですか皆さん、知ってますかウルフィーダンス。まだ知らないか、知らない方も、あ、知ってるという方もちらほら、ありがとうございます。今日はきっとこれで覚えてもらえると思いますので、また朝ね、毎朝やってますから、いろんなところで各地から中継してるんですよ。なのでもしまた朝7時半頃ですね、見かけたら一緒に朝から踊ってみてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは行きましょうか。メーテレのウルフィーダンスです。はい、皆さん踊る準備はできてますか。腰から大きく手を振って回りますよ。次は前に踏み出して手を振ります。はい、次は右から腰を落としますよ。英語の P の形から手を出します。さあ次はかっこよくヒーローポーズ、ウルフィーポーズね。さあ次は1番回します。腕を振って隣の人と仲良くハグをしてください。はい、仲良くお願いしますよ。左回して右、笑顔でキラキラ回ります。さあ次はこの後2回ジャンプ入りますよ。いきます。はいはいはい、腰から大きく手を振って回ります。ゴーです。ありがとうございました。ウルフィーダンス、なんか結構皆さんもしかして踊ったことある方がいらっしゃるのかな。あ、そうですよね、すごい上手でしたもんね、びっくりしました。ありがとうございました。こんな感じですね、ウルフィーダンスいろんなところで私たち広めておりますので、こちらもぜひね、検索していただくと私たちがレクチャーした YouTube とかも出てきますので、そちらもご覧いただいて覚えていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん本当に優しくて、この後もどんどんね、皆さん参加型でやっていくライブですから、主役は皆さんですからね、楽しんでいっていきましょう。さあ次はですね、名古屋カラーの温度になるんですけれども、次は名古屋カラー温度、さっきも温度ねやってましたよね。すごい楽しそうで、私たちもちょっと裏で踊ってたりしてたんですけどはい、実は私たちのオリジナルソングの温度もありますので、とっても簡単です。とっても簡単なので、よかったら一緒にこれも踊ってもらえたらなと思います。実はこの夏に私たち浴衣もプロデュースしてまして、トールサイズのね、大きい女性向けの、柄を全部私たちが30種類ぐらいをセレクトしてきて、楽天で買えるようになってるんですけれども、もちろん S と M サイズも用意が一部ありますので、もし興味のある方はまた名古屋からのホームページから飛んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ名古屋から温度行きましょうか。名古屋の名物がたくさん入ってますからね、楽しんでいきましょう。
ありがとうございました。いかがでしたか、名古屋カラーの温度でした。あ、分かりやすい感じで良かったかなと。ありがとうございます。拍手も皆さん踊ってくださって本当にありがとうございました。とても嬉しく、そして次の曲はですね、もっと盛り上がれる、皆さん聞いたことのある童謡のメドレーをお届けしようと思います。ココちゃんが英語が得意なので英語で攻めていこうかなと思いますので、皆さんぜひついてきてください。さあ楽しんでいきましょう。この後もまだまだどんどん続きますからね。はい、1回やる